ショートモバイは、関東省中山県出身、字は思えつる、または行き明かり、中国の作曲家、音楽教育家。幼児に、マカオで西洋音楽に触れる。1899年、広州の自民学堂に入学。1901年、日本に留学して教育学、ピアノ、声楽を専攻した。1906年に、中国同盟会に加盟。 1910年、帰国後に、新朝の帰国留学生卒業試験を受け、文化巨人の称号を得た。その後ほどなくして、ドイツに留学し、ライプツヒ大学とライプツヒ音楽院で学び、1916年に哲学博士の学位を得た。博士学位論文は、17世紀以前の中国還元学団の歴史研究であった。1916年10月には、 ベルリン大学哲学科で引き続き研鑽を積んだ。1920年、中華民国教育部の編修審査員に選任され、翌年には、北京大学音楽研究会の講師となった。1922年には、彼の権威により音楽研究会は、北京大学附属音楽伝習所に改祖され、教務主任の任に当たった。1927年には、再現場の指示の下。 中国で最初の音楽専門の高等教育機関である国立音楽院を上海に設立した。1929年9月には国立音楽院を国立音楽専科学校に改祖し校長に就任してその市まで在職した。学校では休学兼川家庭を設け自ら教材を作成している。1940年に廃病のため上海にて死去。 その生涯のうちに、今楽発集、新今楽発集など100曲以上の歌曲を作っている。また、ピアノ曲、管弦楽曲、弦楽詞重奏曲、合唱曲なども作っている。風琴教科書、黄琴教科書、小低勤教科書、家政学、普通学学など多くの教材を編んでいる。そしてこの他に50編以上の音楽に関する論文を発表している。 彼は中国最初の海外で博士号を取得した音楽家であるシニア。ありがとうございます。